Exactives Radio AM1008 FM933 の ABC ラジオがお送りしています経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ,ラジオさて先週は株式会社コンテック吉門雄一郎様に経営者になったきっかけなどについてお話をお伺いしました今週は経営哲学や成功の秘訣についてお伺いしていきましょう、えー、後半は少し 今成功話っていうかここまで短期間でやっぱり経営を導いてきているあの吉川社長のちょっとお話をあの経営哲学なんかもしあればいろいろお聞かせいただきたいなと秘訣というかですねまああんまりなんか哲学みたいなそういう堅苦しいのもないですね正直。特にこう今みたいに Zoom とかオンラインで全部世界中つながってまあ能力がある人とまあどんどん組んでやっていくっていうので。 まあ、今も昔もやっぱ人じゃないですかね。うん、結局、やっぱ、それをどうやって生かすか、まあ、当然、こう。取捨選択も早くなるし、まあ、そのサイクルをどんどん早める。うん、やっぱ、どれだけ、自分よりも才能がある人たちを、こう、生かしていくかっていうのが、多分。大きいテーマなのかなと思って、素晴らしいですね。うん、実際、どうですか、あの、ご自身の今、会社の中で、従業員さんもいらっしゃって。あの、やっぱり、かなり優秀な方々も、揃ってられて。 それぞれの才能を発揮されているような感じですかね。そうですね。うん、もう海外メンバーとかもそうですし。ああまあ、あと技術者 ai の技術者もそうですし、ええ、やっぱりこういうみんな世界中にこう出るぞってやるぞって。うん、まあ。 海賊船に乗るっていうのはまあみんなワクワクしますよね。なるほど。はい。だからだんだんちょっとずつやっぱりそれが渦巻いてなんか人が集まりやすくなってるなって感じがします。その船に僕も乗せてくれないか。<laughs> そう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 。<laughs> まあそういうことですよね <laughs> いやいやいや。すっごいワクワクするな。なね。たねうん、本当に。なんかルフィみたいですね。ルフィみたい,みたいかっこいいすごい。<laughs> うん だからそういう意味ではまあもう肩書きよりもその人才能のある人たちをいかにあの見抜いてご一緒していくかっていうことがすごく重要だっていうことだしえ哲学とか原理原則ねあのしっかりと考え方を持っていればゴーですみたいなことをちょっとおっしゃって頂い,いてるんでなんか非常にもうなんか吉川社長の人を表している言葉でまっすぐですよね本当ねそですかね。すごいなんかいつも思いますえ。 であとはあの優秀な従業員の存在が欠かせないということで、えー、今、まあ、これからまさに組織もあの IPO っていう一つ目指されるんであればこれから組織もきちっと作っていかなきゃいけないというタイミングに今一番あるんじゃないかなと思ってるんですがなんかどんな方が、えー、存在として欠かせない方だと思ってられるかみたいなうまあそこはまあちょっと経営者としては悩ましいですけどうん、うん、まあ 自分としてはやっぱりこうまあ正直な人で素直で言ってまあすごくなんかね当たり前のことですけどやっぱりこう人間同士のコミュニケーションってかなり複雑なのでまあそういったものをなんかあこの人は別に嘘は言ってないなって思えば別になんかミスしたりとかこうやらかしたりとかしても別にこう許せると思うんですよね。でもやっぱり今ねオンラインでこうコミュニケーションしてたら当然やっぱ浅くなってくると言いますか。 その時にこうなかなか人付き合い難しくなってきたいなって思ってるんですよねだからね素直とかあの正直さがあったらまあ時間かければまあ結局優秀には必ずなっていくのではいはい人と能力とどっちか選ばないといけないんだったらまあ人の方を選びたいなって思いますけどね名言ですね出ましたね名言 <laughs> いやそうありたいと思いますけどでも人と能力をどちらを選べと言われたら人を選ぶいやすげえいい言葉じゃないですかなるほどそういう意味でコミュニケーションコストを惜しまないっていうのが一つモットーにされてるっていうようなお話だったんですがそうですねま,あまあでもね今結構オンラインでねみんな簡単にコミュニケーションできちゃうからまあそれでこう分かったような気にみんな,になっちゃうじゃないですかでもやっぱりその それの考えに至った背景とか、まあ、相当、実際の何ですか、ね、情報量って背景の情報量ってやっぱ何十倍もあるのでそれを伝えていくのは結構大変だなってそれあ当然経営者がやらないといけない仕事だと思ってますけどそこのコミュニケーションコストが結構実はオンラインになって高くなってるんじゃないかなっていうのはすごく伝わらないってことですね。 なんか責任感もね、そう、だし、こう、例えば、飲み行ったりとか、飯食い行ったりとか、みたいなのも。いや、いいですみたいな雰囲気って、なんか、ね、経営者だったら、誘いづらいって、正直あるじゃないですか、うんうん。そうですね。ありますあ。竹山さんないかもしれない。あるあるある。<laughs> だって、断られたくないもん。<laughs> そ,そうそうそう <laughs> <laughs>。っていうの、やっぱ、みんなあるんじゃないですか、それは。うん。うん、なんか、デザインしたいですね。あの、吉川さん、吉川社長チームを、なんとなく。うん。 プロレスのポスターのように <laughs> 役割を、うん、ね、そうですね。なんとなくでもそういう意味では、なんか格闘技が今の仕事に生きてるみたいな部分ってあったりします？なんかああ、もうめちゃくちゃあると思います、ね。すごい自分を追い込まなきゃいけないでしょあれは。そうですよね。うん、まあでもね、経営やっててあきついなってなる時もありますけど、ええ、まあね減量して。 ななんていうかなああ試合で死ぬかもしれんなみたいな思いからするとまあ100倍ぐらい楽なんで <laughs> <laughs> 正直 <laughs> その追い込まれ方とはちょっと質が違いますただす、ね、ただでもね経営はあのマラソンみたいなもんで結構長いんでとにかくそこの集中力を切らさないみたいなのは。 ちょっとまた格闘技とは格闘技はまあ一回一回の試合なんで集中がはい確かに確かにすごい分析力でしょうすごいですね苦しみの質が違うんですこの座り方を見てください入れたち全く動かないそうそう芯がペシッとこうトントンった感じのね経営者たちのラジオ経営者たちのラジオ ここでゲスト経営者の思い入れのある曲を教えていただきたいと思います。株式会社コーンテック吉門社長お願いします。あのザブルーハーツの青空っていう曲で、まあ私が18歳の時に東京に行ってやっぱまあ18歳の時ってまあ仕事もできないし怒られるしまあきついじゃないですかでぶ,ぶっちゃけでまあその時にこう朝起きれないからいつも朝あのバコでかけてたっていうのがすごく記憶にあって。 ブラン、まあ、ブランカンの向こう側。あ、そうそうそう,そう今思うと、ちょっと深いですよね。やっぱこうやって実際戦争とかは、まあ、当時ね、<laughs> うん、多分ベトナム戦争とかがあって。うん、ま反戦の曲なんでしょうけど。まあ、そういったのは、結構時代に合ってるなと思って,こうてす、ね、これは。三回も聞いた曲です。うん、えー、そうです、ねえー、経営者たちのラジオ。経営者たちのラジオ。あとは、ちょっと、あの、会社経営のこととは、少し離れますけど。プライベットは、なんか、そうだ、前お聞きした、俺、釣り。 <laughs> よく一緒に行そうそうそうあのコロナ入って時間結構あったんで、えー、それで、まあ、中古のちっちゃい船買ってもう釣りしてますけど大体もうね3時4時ぐらいなんかミーティング終わったら、まあ、時間あったらもうそのまま釣り大体毎日行ってますね、えー、<ー>釣れるんますかあ釣れます,れますもう普通になんだろう8 0ンチのタイとか1ー,、はい、1メートルぐらいあるブリとかでっかいのはですね船で 海釣り。はい、そうです、そうです。危なかったりしないんですか。あんまあ危ないですよ、やっぱり。あ、そうです。はい。だから、やっぱ。<laughs> なんていうのかな。まあ、本能的と言いますか。うんうん、やっぱり波もね、こう、上がったりとかするんで。まあ。疑似的に、こう、やっぱ、命のやり取りしてますよね。うん、まあ、実際ね、船で、年間何人も死にますしね。でも、なんか、その時に、こう。まあ。リアルに生きてて、なんか、別に海よりは怖くないな、みたいな感覚があって。 だからまあそれからするとまあ腹が座ってきますよね、だいぶななるほど、はい、なんかすごい生き方がねえ筋が全部通ってるんでねでも、ちょっと海は気をつけてくださいね,でもねあ、そうそうう<ー>本当に海は気をつけないといけないですよよなかったらもう日本経済の本当にあれですからね。ね <laughs> あのきちっとしてください今はねアプローチもあるし iPhone もあるし、うんはい大体助かるんでる <laughs> テクノロジあとなんか最近あの毎日経営者としてのルーチンとかやってる子も釣り以外に、はい。<laughs> そんなことがありますですか、ね、うんそうですね、まあ、最近また久しぶりにこう格闘技再開したりとかあそうなんですか、ねはい、結構今ライジン出てる選手とかとやったりとかプロの選手とまだやったりとかして、まあ、ま,あまだやれるなっていう感じでやっぱねだんだん 年取ってくるとこう闘争心みたいなのはやっぱなんか落ちてくるんでなんで戦わないといけないんだろうみたいな感覚になってくるんですけどでも実際こうやってビジネスやってたらやっぱまあ戦いじゃないですかうん、うん、その時にこうなんか自分がこう狩りに行くなんかまあ相手の首を取りに行くみたいな感覚ってやっぱ忘れたくないなと思って。なるほどね 格闘技やってた、どんどん性格悪くなりますよ。なるほどああ。食っちゃうんで、やっぱ。<laughs> 格闘家、肌、経営者ですね。<laughs> うい,いろんなタイプの経営者の方がいらっしゃいます、ねね。なんか吉野家にはまってるっていうの。ああ、吉野家は吉野美味しいですよね。ね吉野家美味しい。んなんかもう吉野家が一番なんか、うんうん、あの。ねえ、だんだん。 食で食べれなくもなってくるし、なんか調整しやすいな。タンパク質もね、炭水化物も入ってる。入ってるから。あ、そうそうそう。なるほど。だいたい朝は牛内です。はい。釣りから帰ってきて。そうそう。釣りから帰ってきて食べるのは義務なんですね。うまいこと言いましたね。養豚なのに。牛丼なのに釣りを楽しんでたいよつって。あ、牛丼食べてるるなんで説明させるんですか。いや、ありがとうございます。 気づかなかなった <laughs>、うん、<laughs> そうですねまだまだちょっとお話をいろいろお聞きしたいんですけどあの本当にお聞きしたいことだらけなんですけど世界もう一つその10年後どうなってますかっていうのをこの後お聞きするんですけどその前にあの世界戦略みたいなものの中で最初から世界に行こうと思ったそして99%がヨートンの世界でにあると。 最初からそこの市場を狙いに行こうぜっていうような分析で入ってるんですけど。これなんか、マーケティングの仕方とか。あの差し支えない範囲でいいんですけど、なんかどういうふうにされてるんですかね。情報がどこに養豚場がどの国にあるかって分からなかったりするじゃないですか。そうですね。それもなんか落ちてるんですかね。いや、データはそこまで、まあ、データのその。 まあ一応ね世界中何百万件ってまあ農場があることになってますけどデータの信憑性自体はまあ半分ぐらいかなと思ってますけどあんまりこう事業を立ち上げるときに市場分析ってやらないんですよね。っていうのがまあ市場ってね結局言うてコントロールでできなないいじゃないですかだからそれよりもなんかまあ自分がこう日本にいてまあステージに立っててまあ 例えばミュージシャンだったらこういう音楽やるぜって言ったら、うん、それがよかったら世界中かからこうオファー来るじゃないですかはい、はい、だからそれはなんか自分がこうステージに立つことの方が大事で、うん、なんか頭下げて海外に行って売り込むみたいなのってもうちょっと時代に合わないな合わないですよね147か国回ることできないんで、ええ、それよりもなんかメディア使ってドカーンって、まあ、今ネットメディア使いやすいんでそういったものでこう世界中の注目を集める。 っていうのをやればまあおのずとこう世界中に広まっていくんじゃないかな、ね。いや本当に SNS の利点をね、うんうん、ウェブの利点を最も使った戦略なんですね。そうですね。ウェブウェブしか考えてないですね。なるほどなるほど。うん、それは例えば養豚農家が見に来る場所とか、そういうのはあるんですよね多分ね。まあそうですね。養豚農家って言ってもね、100万件いたら従業員数で言ったら。 何千万人とか関わってる人下手すと農業まで入れたら何億人っているんでまあその人たちに届けるのってそんな難しい話じゃないですよね,ねアイドルみたいな戦略でしょうねなるほど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 海外のファンってめっちゃ増えるじゃないですかそれと同じような感覚ですねなるほどすごいななんか脳みそが揺ら,揺られてくるね <laughs> さっきからなんか,なんか技を仕掛けられてるのかもしれない。<laughs> <laughs> 負けないように。自分にファイトって言い返してた。<laughs> いう感じですね。なるほど。で、あと10年後なんですけど、どういう世界観になってますかね。もう。えー、どういう世界が広げられてますか。そうですね。ね、えー、まあ。うん、まあ、こういうやっぱりエネルギーとか、資源が循環する仕事には関わりたいなと、はい、思ってますし。まあ,あの、一番、こう。 今だったら地球の温暖化とか、まあ、すごく喫緊の課題があるので、うん、そういったものに、まあ、ダイレクトにあの影響がある仕事をしたいなと思ってます、うん、その中でこう循環をこうどんどん作っていきながら、まあ、それが、ね、EV かもしれないし、うん、まあ畜産かもしれないし、うん、別にそんなになんかあの循環に関われればそこまでのこだわりはない。その中で、まあ どっちかというとなんか今の授業を10年ずっと続けるっていうよりもまあ,あと残りの経営者の人生で何回山場作れるかなみたいな勝負の山場作れるかなみたいなそういう感覚のそんな。 こういうふうに、なか自分の人生やりたいなと思っても、なかなか人生って思った通りならないし、うん。はい、思った通りになった試しないですもんね。ちょっと年齢は違いますけど。うん、あの、ずっと友達いてください。ね <laughs> あいやいや竹山さんはも、もうぜひ、もう <laughs> ね<え>。はい、なんかめちゃめちゃ感動します。うん、いや、もう、なんか竹山さんと。ね、出会った感覚っていうのは、やっぱ。 ねえなんか戦国時代の戦場でなんかお互いボロボロになりながらなんかあれ、この人もなんか似てるなみたいな <laughs> あれ、この人なんか似た空気すんなみたいなあ俺と一緒でこう切り合いしてまだとりあえず生きてる人いるみたいなぜひ一緒にこう切り合っていきたいなと思ってあの国定でラーメン食べましょう。<laughs> あそうですねね熊熊本の、ね、熊本の来た時 空港から阿蘇行った後にアテンドしようと思って居酒屋とか行こうと思ったんですけどラーメン見せたらラーメン食いたいとか言って <laughs> ラーメン食いた後飲み行ったんですよ。 でそんなのも軽経過ラーももちろん美味しいんだけど、うん、それよりももっと美味しいものがあるんだっていう,、うん、言うからまさかなと思ってで「じゃあどっか行きましょうか」って「いやいやそこでしょ」ってそうそう「あの国定」っていうあのヒカキンも食べに来たんですけど <laughs>、うん、なんかね普通の豚骨ってこう白い真っ白いこう白濁しているやつなんですけどまあそこのところってもっと古い豚骨で何て言うかな 豚汁みたいなな感じのテイストなんですよねそれがめちゃめちゃうまくて竹山さんもう全部スープまで飲んじゃって <laughs> 飲まないんで普通スープとかそうですよね、うん、<laughs> ちょっとあんまりにうまくてうもう一杯いきたいぐらいでしたねその時 <laughs> でもなんかそうやってオンラインとかでいろいろ仕事してるんだから実際に会うからこそできるようなごコミュニケーションだから本当うちに来てくださったのに僕がウェブで対応するっていう失態を、うん、あの行ってしまったんだけどでもその後ねどうしてもね吉川翔ちゃいに会いたくてすぐ行ったんですよね、うん、熊本当に。相当楽しかったんだろうなって思ってたし会うのが、ね、すごい楽しみだったの吉川さんのちょっと触れたかったんですよんいや竹山さん、ねえー、本当すごいなと思って。 っててやっぱ自分もこう。まあね。言ったら今オンラインでできちゃうから。まあ正直なんか楽したいなっていう気持ちとかやっぱ出ちゃうじゃないですか。で、竹山さんやっぱすぐ人に会いに行くし。 こうやっぱすごいエモーショナルなかなか今どきこんなエモーショナルな人いないなと思っててすごいこう影響を受けますよね正直すごく受けるあやっぱ結局こういうフィジカルなのやっぱ大事なんだなと思って本当に日本経済、まあ、子どもたちのためっていうのが一番の用語ではあるんですけど未来のために、うんうん、本当にこの吉川さんみたいな、ね、経営者がもうたくさん現れてきてくれたら多分もっ,もっともっといい国ができると思ってるんですよ。うんうん そそれこそねネジが取れた人たちが,が全員がそうだったら困るけど <laughs> <laughs> でも全員でもいいぐらいだと思ってるぐらいに、うん、やっぱり今日本にかけてるもの、うん、やっぱり勝っていかなきゃいけないのでそれを吉川社長は本当に僕にくれる人ですね、うん、思いをだから本当にずっと友達いてください。<laughs> ぜひお願いします経営者たちのラジオ AM1008、AM FM933、ABC ラジオがお送りしてきました経営者たちのラジオ、経営者同士ならではの濃密な興味深いお話ばかりでした、いかかがでしたでししたょうかいやー、もうなんか、あのー、割とお聞きしている話が多かったと思ってたんだけど、また世界観が今日出てくださったことですごくなんか、スーっとこうまとまった感じがして。 なんかすごく勉強になりました本当にえありがとうございますこういう方がねやっぱり日本の経,経済界の中で、ね、どんどん活躍できるねそういうフィールドをねこ一緒に作れていけたらなと本当に思ってますんでよろしくお願いします、ねはい、よろしくお願いします、はい、さ最後になりましたが株式会社コーンテック吉門社長からえラジオを聞いていらっしゃる皆さんに一言メッセージあればお願いいたします、はああそうですねありがとうございますなんかねこんな偉そうにこう経営者 としてこう、まあ、ラジオとかも出させてもらうようになったんですけど、まあ、根っこはあんまり、ね、変わってないというか東京で、ね、フリーターやってた時とあんまり変わんないつもりなんで、まあ、そう言ってこう経営者だからああ自分は違うなとかじゃなくてなんか別に今チャンスがないなとかあんまりいい世の中じゃないなと思ってる人たちも、まあ、どんどんチャレンジしてほしいなと思ってて経営者は経営者の、ね、悩みがあってみんな結構苦しんでますから。 やっぱりそれってあんまりね人間のテーマとしてはそれぞれのステージで変わらないんですよね実はどんどん勝負してほしいなと思いますありがとうございますかっこいい打 <laughs> <laughs> っときましたということであっという間の三十分間でした来週のこの時間も経営者たちのラジオどうぞお楽しみくださいそれでは皆さんまた来週さよならさよなら経営者たちのラジオではリスナーの皆さんから疑問や質問を募集しています メールアドレスは経営者アットマーク abc 一ゼロゼロ八ドットコム、経営者アットマーク abc 一ゼロゼロ八ドットコムです。竹山社長にお聞きになりたい質問などありましたら、番組メールアドレスまでご応募ください。またこの番組は放送終了後、ABC ラジオ公式 YouTube チャンネル、そして株式会社タスクのホームページ上でも配信していますので、ぜひご覧ください。 この番組は株式会社タスクと未来コンサルティンググループの提供でお送りしました。